うわうまそう。に煮立ってますよこれ。いやほんま緩めようか。ええー、感じこれ見てみて、これめっちゃうまそうやろ。はい、マイラーキボーでございます。ということで本日もこやつを連れてまいりました。ということでね、今日はどこ来てんねんと、ここここ長井公園、私いつもジョギングしてるところ長井公園やねんけどね、これ長井公園何しに来たんやったら、ここ初めて僕来るんやけども、あの手ぶらバーベキューやってんねんか。でその手ぶらバーベキューでもこの長井限定やったっけな、あれ長井限定です。店舗限定、え店舗限定、あ店舗限定、長井の店舗限定でね、バーベキューでちゃんこ鍋が食べれんねん。それも3月限定やってんな。それが3月中のこの長井公園のバーベキューでしか食べられへんちゃんこ鍋、これでバーベキュー1回やったら思って、あの早速向こうの方でね行ってみよう。もうほんまあれやな、花見のシーズンやな。見てみてこの綺麗な桜、これどこに桜が入ってんねん。違う違う、こっちこっちこっちに桜、見てみて、なかなか綺麗でございましょう。つうでもうちょっと歩いていこう。つうで今テクテク歩いてきたけども、やってきたきた、ここここここであのバーベキュー、手ぶらバーベキューできんねん。つうで早速行こう。いや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 、ええ感じやね、ええ感じで、もう全部用意してくれてん。これがナスちゃんこ鍋、ちゃんこ鍋お出汁でございまして、ここにこういう具材を用意してくれております。ちょっと開けてみよう、開けてみよう、開けてみよう、チャラッとこう開けて、おい焦げた焦げた、ビールが焦げたっつた、ビールが焦げたって、ちょっと待ってな。よっしゃ、このさ寒い中にそのちゃんこ鍋食べるのええと思う。最高です。見てくれます？これ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 、美しい光景でございますわ。ほら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 、ええ感じやろ。美味しそうでございましょう。ねえ、早速この寒空の中、このおっさんとちゃんこやっていこう。寒空の中。ではではビール、ビール入れよう。チャラッと入れて。寒空の中って言いたかったこのやっぱビールは。寒空。ええ感じや。はい、乾杯、はい、乾杯、はい、乾杯、乾杯でございます。あー、このさ、暑い服を着ながら寒空の中、ちょっと手先が潰れたい中で、このちゃんこ鍋、うまい、これがええ感じ、ほんま、これな、適量というか、ええ感じの量やで、これこれ、これ、ではでは好きに入れてやー、入れて入れて、好きに入れる、好きに入れてよ、好きに入れる、あもういっとこか、お肉ですな、お肉うまそうやね、入れて入れて、みんな大好き野菜、野菜ね、肉ばっかりやからね。で油揚げ、油揚げ、あうまそうやわ、油揚げ、油揚げ、で油揚げが油揚げを入れております。なんで。でここ白滝、白滝、白滝を、わー美味しそう。いやー待ち遠しいな、待ち遠しいけど寒いな、寒い。このバーベキューやねんけど、バーベキューやねんけど、バーベキューとちゃうねんな、バーベキュー野外でやる鍋、鍋ただそれだけ。このまだ寒いかな思ったけど、今の時期しかさ、このちゃんこ鍋食べられへんねん。3月しか、3月限定の長井公園店が限定やねんな。なそうやねん。ということで今日はお誘いしたら乗ってきよった。ここさ、でもほんま周り大自然でええ感じやで、周りの感じ行こうな、こんな感じ。もうええ感じかな、ちょっと開けてみよう、開けてみようか、開封の儀開封の儀、ちゃちゃちゃー、出ました、うわうわうまそうやで、これこれ、このまたお玉がええやん、これ木やで、木ですね。それをどうする、どうする、これどうする、ちょっと待ってよ、どうするかやね、ちょっとできてますか、具材は。できてると思う、具材はちょっと確認お願いします。ちょっとまずいただいていいですか、確認、見てますね、これいただきましょう、いただきます、どうぞ。ええー、出汁出てるわ、うまいぞ。でこれが糸こんにゃく、
お肉。うん、この寒空の中、これ着てるからまあ寒いよね。ベーはちょっと寒いよな。でもうまいな。こういう野外で食べる鍋最高やね。これでビール。あ、うまいな。うわうまそう。に煮立ってますねこれ。いやほんま有名か。感じこれ見て見て、これめっちゃうまそうやろ。つくね、とこつくね、つくで、つく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 、何言うてんねん。ではちゃんこ鍋いただきます。ちゃんこ鍋ね、ちゃんこ鍋。ミード入ってなかった。で、具材、豚肉とえのき。前でや、今日は珍しくな、青木の動画撮ったのがやって失礼いずれで、具材ね、具材。うん、これ、ほら、うわ、うまそう。豚肉ね、豚肉。よう、出汁が旬います。うん、うまい、うまい同じように喋っとるやんあめ。ではでは、私お得意のね、まとめ入れ投入作業投入作業です。そう、お肉をまとめて入れると。ほんならこのチガーのこれがアクサカイに、で、この空いたところにザバッといこうか。もうザバッといこう、ね、焼肉、焼肉、ちゃ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 一気にあか、また雑になってもうた。いけるかな。ちょっと雑やけども、よし、これでこっから見ちゃダメ、見ちゃダメ見ちゃダメ。お楽しみ。出来上がりましたか。出来上がりました。できたかなちょっとこっちこっち、開封、開封。わあ、ほれ見て、ええ感じや。あんだけ山盛りになっとったのに、や、このやっぱもやし、これはやっぱり胃袋を何か膨らしてくれるから嬉しいよね。これほら、お肉も入ってるし、めっちゃうまそう。栄養満点。栄養満点、栄養満点。どうするぞ。あ、ちょ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 、熱いがね、熱い熱い。お出汁入れて、で、ちょっと待ってや、この辺、この揚げさん、揚げさんもちょっと入れとこうか。まあ、人参も入った。うまそうやね、これ。熱っ。いただきましょう、いただきましょう、いただきますよ。あぶっあぶっ、ビール、ビール流し込むあ、ちょ、ちょっとしか入ってなかった。あっち、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 あっち暑いわ。皆さん、焼けてみはご注意よこれでも寒空の中食べる鍋、うまいな。やっぱりこの気分、その何の環境を変えて食べる。あの、ちょっと待って、頭映ってない、大丈夫ドアップですうん、うめ。やっぱりもやしは煮ても焼いてもうまいよ。うん、うん、お肉、うん、あったまるわ。心も体もあったまるけど、心は寂しいでんなうまいね。ではでは、ぼちぼち締めのうどんが出来上がったかな。パカッとこう開けて、うわー、感じに仕上がりましたね。おうどん、おうどん、これこれ、うわ、ほらほら、おうどんでございます。うどんを今入れたんで、七味をたっぷりかけて、うわー、感じ、うまそうに仕上がりました。見て見て、ほれ、感じやろ。ではでは、いただきましょう。いい感じ。あー、うどんです。締めのうどんね、いっときます。うめ、熱々のうどん最高、うまい。うまい、うまい、うん、うどんうまいわ。うどん最高にうまいわ、うん、うどん、具材も具材も、うどんにうどんに具材、ね、風がピューピュー吹いてくるから寒いね寒いところにでも、熱いうどん食べてるからうまい。うん、日がゴーゴーで、ゴーゴーで
ったかいうどんで温まったわ。そうだね、ビール、あったかいうどんで温まった。あーうまかった。そうだね、今日は初のあの長井くんのバーベキュー、まあこのおっちゃんといつものカッパ坊主と来ましたけども、ほんまなかなかええなこれ。今日はな快適な天候で、うん、快適なところでね、これ見てもらったようにこの周りの感じがさ、ええやん、このなんていうの、大自然の中でこうやって折れるから。そうでね、またあったかなったら多分ね超満員になると思うんやけれども、またこのあったかくなる前にこの鍋、ちゃんこ鍋は3月限定のメニューなんで4月になったもんないと思うんやけどね、また4月になったら焼肉でも来たいと思うんで、またこの辺であのバーベキューしてみたいと思うんで、また次回の動画もお楽しみに。ということで本日も長々のご視聴ありがとうございました。ということで、あのグッドボタンとコメント高評価チャンネル登録お願いします。ということでバイバーイ。